パンチを叩くんじゃないです。叩くんじゃなくて、パンチをこう押さえる感じです。で、打ってきたパンチを、自分の手に当てて方向を変えるぐらいの感じを持って、こうやって弾くんじゃないですか。バレーのブロックみたいな感じです。で、自分の顔に狙ってくるので、顔を越えていくとヒットされます。ちょっとやっぱり自分の前、顔の前で、前で止まると顔には被弾しない。それを今日、意識がやる。最初のうちはまっすぐだけなんです。構えてジャブ打っていきます。相手の背中が見える方向に叩きます。こちらの、こっちですね、こっち、これこっちに下がってしまうとゴン、打たれる。背中に回る、回る、逆手でスタートしてもこっち、受けた方向と反対の方を上げてください。受けた方向を上げて、これがジャブの動き方です。でストレート、今度一緒です。こっちからスタートです。今度逆手なんですけど、逆手の時はちょっとね、上から叩くんじゃなくて、前ちょっと練習しました、ね、上段で。上段受けちょっと難しいんですけど、今日はできない人はこういうふうに受けられて、これを右と左でやっていきます。